わっさっやってまるです。はい、ということで今日はですね、アッシュの新スタパが来たということで、そちらを今日は使っていきたいなと思います。書いてないね。はい、了解。これです。大激怒、怒りゲージが溜まるほど通常攻撃のリロード速度が上昇し、満タンになると 30% 速くなるということでね、結構強そうなんでね、こちらを使っていきたいんですけども、売ってません。はい、売ってません。今回全く持って売ってません。なんで今日はちょっとブロスタパスのボックスからね、当てに行こうかなと思います。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レッツはい、ということで早速じゃあガチャを引いていこうかなと思います。まあ多分ね、コインで買えようっていう人が多いと思うんですけど、最近になってコインの重要性が分かってきたプラス、このね、前シーズンのブロスタボックスのやつが余るんですよ、結構。なので今日はここを引いていこうかなと思います。そう、ブロスタボックス余るんですよ、俺。余っちゃうからね、もう引かなきゃ逆にもったいないということで。え、出てるよね。 OK、 当てに行きます。ちょっと待って。いや、リアクションさせて。いい、早すぎんか。余ったわ、また。また余ったわ。そんなことある？はい、はい。ということで、当たったんで、ちょっと使っていきたいんですけども、ちょっと人を探してきます。はい、ということで、人呼んでやっていきたいと思います。ちょっとさすがにね、きつかった。ノラはね、分かんなかったというか、分かるための動画だけど、何も分かんなかった。アッシュめっちゃ久々やな。はい。まあ、バイロンアッシュが今強いってね、今っていうかずっと強いって言われてるんですけど、このね、分かんないんだよね。リロード速度上がって、あ、でも上がってるわ。早い。あ、早いわ。早い。早くない？みんなわかる？早いわ、リロード。おー。なんかやってて感覚的に早いわ。あ、わかりやすい。てか、バイロンいなきゃ、アッシュちょっと難しいな。むしろそういうあれかもしれん。来たな、バーリー。お前にはちょっと借りがあるんだよ。ないけど別に。あれ、死ぬ。オッケー、足早状態？足早キープ？ズン、オッケー、倒した。2人倒した。強い、貫通アッシュ強い。オッケーで、右にバーリーがいるんで、ちょっとあいつを今からウルト使って処刑しに行きたいと思います。あいつはマジ許さんよ。ほら、そっち行くのね。はい、いいよと。これね、嫌だね、某いやらしいけど。届かんか。オッケー。一旦回復しよう。まあ、ガジェットあんま使わない方がね、いいんすよ。いいね。ナイスです。オッケー、GG。うん、ちょっと早くなってる、リロード。確かに。どうなんだろう、こっちの方が強いんかな。割と、ありだな、確かに。はい、やっていきましょう。まあ、ちょっとマッチング長いんですけど、こっからどう立ち回っていくかっていうのがね、見せどころ。ちょっと待って、すごい間空いたけど、攻撃を行くよ。 OK、 一旦回復して。もうここ取れたのはでかい、逆にあの B3 では何もできない状態だよ。相手のここで行く。 Nope。 危ない。 OK です。怖すぎんって。で、怖すぎん、このブッシュしっかり入ってって。で、相手顔出さないで、もうサンディの圧がすごい。サンディに対する圧。ここまでいっちゃうよ、俺。これ。オッケー。いやー、ちょっと強くない？あー、ドンマイ。それはもうドンマイでしかないから。先にとくね。ドンマイでしかない。ここ、あ、痛いな。おい。オッケー、強いよ。行くよ、このまま。
オッケー、 GG。 多分強いんじゃない。リロード速くなってる気はするけどね、ゲージ見た感じね。はい、やっていきましょう。これは左行きます。バーリー対策のサージを入れてもらったんでね。そう、ここサージ強いんで、皆さんサージ使う。来た、失敗。うわ、何、あいつ多分やるな、分かってらっしゃるな相手。しかし避けていく。で、あえてここにいるからね。はい、そこじゃ、nope. はい、バレた。でもミッドかかってる、ミッドかかってる。あ、当たれ。おい、あ、ウープ溜めただけだわ。どうしようこれ、お、左、右行っていいかな。頼む、ごめんね。そう、バーリーさんがそっちだからさ、すまんな。はい、これはもう足、あ、やべ、ミスった。やばいやばいやばい、これ相当相当ミスってる、相当ミスってるよ、ごめん。ナイス、マシャうまい。え、いやー、ガジェットあるよね多分。バーリー行ってほしいんだけど。しかし、しかし、しかし、オッケーオッケーオッケー。やっぱ足速くなったらね、バーリーは倒せるわ。はい、なんかウルトずっと躊躇してた。オッケーオッケー、 GG。 あー、やっていきましょう。んー、どっち行こう、これどっち行けんだろう、これこっちで行くか、一旦こっち。うわ、出た、あの編成、この編成に結構強いよ。消えながら速くなる編成。でもさ、行かなきゃ多分負けるんだよね。オッケーオッケーオッケー。えぐいやついる。あ、ダメだこれ、死ぬわ、死なないんだわ。でこれ壊す。ネズミだけ、ネズミだけ生きる、ネズミだけ生きる。オッケー、強い。おお、強いわ、それは、これは強しだわ。どうしよう、あ、ストゥー来たわ。読み、ストゥー読み、ストゥー読み、ストゥー読みした、ストゥー読みした。燃えてる燃えてる燃えてる。カバー行くよ、カバー行くよ。いた、ストゥーいた。オッケー、お、強い。おっ、あー、マジか、あそこ倒せたら本当に強かったのに。いや、本当に強かったのじゃね、本当に強いんだけど、本当に強いんだけど、ちょっと待って。どうしようこれ。あ、いるんか、ストゥー。ウルト溜まってからめっちゃきつくない、普通に。あ、あ、オッケー、倒した倒したぞ。しかし、しかし、しかし、ウルトが、ウルトが強い。ちょ、やっていく。あー、これ持てない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 よ。え、ここでウルト落とす。よー、オッケー、ラストやろう、ラストいきます。はい、ということでラストやっていきたいと思います。これはね、シェリー行こうか、一旦。アッシュさ、なんか難しいよね結局。シェリーじゃねえ、ちょっと待って、シェリーじゃない、シェリーじゃない、シェリーじゃないじゃんこれ。あ、オッケーオッケーオッケー。耐えろ耐えろ、俺無理、無理か。さあ、そこはリロード早いのちょっと生かしたかったけど、あ、やばっ。てかさ、これ右きつくない、普通に、普通に右きついんやけど。どうすんだろうこれ。待ち、もう超待ちじゃないこれ。待ちすぎん、待ちすぎんこれ。もう真ん中とサイド勝ってもらうしかないみたいな。ほらほら、行くぞ、2回振ってはあの人。オッケー、あ、オッケーじゃない、オッケー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 。よーし、大反撃や、大反撃や。俺パスされた、オッケー、いいよ、11、11来た。さあ、これまたビビ来るんだけど、ビビどうするか、どうするかって、そりゃ決まってるよね。一旦無視。そりゃ決まってて、一旦無視。そうそうそう。なんかビ、あ、なんだっけ、ジシーか。サージナイス。サージナイス。いるよ、いるよ、ここもう。すでに。すでにいるよ、すでに。で、これ俺がもう行く。オッケー。行って、行って、さらに、これで、シェリー教えて、シェリー教えて。で、一旦弾かれるから、シュート、オッケー、決まっていく。はい、ということで今日はですね、あの、このなんだっけ、アッシュ使ってたんですけど、新しいスタパ、まあ、あの、感覚的には確かに、あの、早かった、リロードは、リロード早かったんで、んー、どっちが強いんだろうなこれ、ちょっと分かんないよね。
難しい。でもなんか感覚的にやっぱこの一つ目のスタパの方が、あの怒りゲージがすごいなんか早く溜まるような感じがするんで、あのなんつうのかな、敵を追いかけるタイミングがちょっと早くなる。だから何発か食らってそのまま行けば追いつくんよ、サンディとかタラとか。だけどなんかね、ちょっとかん多分ねそこまで変わんないんだけど、感覚的にこっちはちょっと遅いかなっていう感じがしたんで、使いやすさはもしかしたらこの綺麗好きの方だけど、こっちの方が多分ね、あの戦いになったら強いかなっていう感じある。これはでも本当好みかもしれない。うん、だからスタパは正直どっちでもいいと思います、個人的には。なんでまあスタパ持ってない人は買ってみたいな、であとは使って、あ、こっちの方がやりやすいなとか、そういう感覚でね多分変わると思うんで、ぜひともそれで選んでください。ということで終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。めっちゃ簡単、お願いします。皆さんそれでまた、バイ。